ピョキンです。今日も登録コースの一発マリオやっていきますか。で、今日の登録コース、ザ・レッドコインスター・ワルシンバージョン6ということで、その赤コインはセイウチということでしょうか。意味わかんないですね。大体トロールコースを作ってる方って頭どうかしてるんですよまあやりながら発狂ばっかしてる僕の方がかなりおかしいやつだとは思うんですけど、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.16% で、僕ねずっと気になってることがあって、この題名にも書いてるんだけど、レッドコインって書いてるでしょ。まあそのまま訳したら赤コインだとは思うんだけど、でも僕たちってさ、ピンコインって言うじゃん。これもう引っかかった感じですかね。解約無機物。でもさ、マリメ以外のソフトだったら赤コインって言うじゃん。ニューマリとかさ、その違いってなんだろうね。じゃあここのピンコインは信用していいでしょうか。一旦信用してみようか。来た、天国へのお迎えが。でももう分かったね。危険な場所にあるピンコインはどんどん取っていけと、そういうことなんじゃないんでしょうか。なんで臆さずと取っていきましょう。左の隙間怪しいね。一旦ジャンプしてみる。ピンポン。なるほどね、あそこにキノコが出てくるのか。待って、キノコ様くれないだ。そんなところに隠れてから、もう恥ずかしがり屋さんなんだから。でもあのキノコが罠という可能性もある。一旦ハテナを叩いてみようか。なんもなんないね。こっちから行ける。さっきも言ったけど、その赤コインとピンクコインの違いがさ、マジで気になりまくって、夜も眠れてます、しっかりと8時間ぐらい。じゃあここは左の方を叩けっていう感じだったね。そうしたら先に進めると豆があると思ったけどなかったね。優しいじゃねえか今回制作者さん。ここの主着は叩いていいのか。てかさ、右オンオフ変わんなかった。早く行けっていうことかな。一旦当たってすぐ左に行く。これで先に進めるのか。そして下の石エッジ、こっちは見てないからこっちには来ない様子だ。しかし石エッジと叫ぶ未来しか見えない。近くにいても何も変わんないか。じゃあオンオフをして右ダッシュ、それがここの攻略法だよ。石エッジ予想的中したから僕の勝ちだね。じゃあここはオンオフを叩いて、この隙間に逃げておいたら大丈夫っていう感じか。ありがとう、コインたちも祝ってくれてるね。何この犬。ねえ、ちょっと主人の元に帰りなさい。餌あげないよ。餌は僕自身か。やってやろうじゃねえか、この打鍵が。背中がだらけだ。ドッスンがいなくなった瞬間、すぐ右にダッシュしていけと。それであの打鍵は抜けれるでしょう。そしてさらにここでコインを叩いていく。まあそこにさ、赤いブロックがあることから大体予想はついてませんでした。見事に騙されましたね。それじゃあ赤い土管に入っていったら中間ポイントが見えると。ここでオンオフした瞬間すぐ取る。うわ、取らしてくんねえか。え、これどうやって取るんだろうね。なるほどね、 P が押されるから右に行ったら危ないと。そんな子供騙し。魚魚魚。これ完全に2分の1と思う。左に寄ってみるね。右下の雲が左を見てるでしょう。なんで左が正解。いや、多分合ってる。どっちでもいいみたいな感じでしょ。そしてこの場所に中間ポイントが取れると。さあ、中間ポイント取れました。こっちは上でいいのか。一旦、いや絶対上はダメ。下に行きたいと思います。下押して右を失敗、そしてジャンプすれば上に行けると。上に行きすぎてないね、危なかったよ。それじゃあこの記録を取ったら先に進むと。ここマジで調子いいね。はい、どうもこんにちは、調子良すぎよです。じゃあここはハテナターンターンターン、一キャップ。いやいや、これはまずい、絶対ブラパだよ。やば、今日マジで上手すぎるぬか喜びさせんな。で、大体トロールってさ、一旦中間取ってやられたら罠が変わってるっていうシステムあると思います。そこんとこ集中していこう。ほら、さっきそんなシーソーなんてなかったよ。無事にかわすことができました。唐揚げ食べたい。じゃあここでキノコを食べて、はいどうもこんにちは、そしてさようなら、もう二度と会うことはあるでしょう。で、この先のフラワーなんだけど、この先のフラワーを取っていけっていう感じでしょ。いや、やっぱそうだよね。絶対なんかあのガリガリの下抜けれると思いました。そしてこのブロックを壊せばいいと思うんですけど、僕はブロックを壊して何もしない。一旦もうコントローラーを置いています、今。そしたらいけるっていう感じでしょ。死に耐久へと。だがそんな死に耐久ぬるいぞ、制作者さんよ。俺を舐めるな。じゃあここで一旦ファイヤー状態を解除していこうか。それで先に滑れんでしょ。でもさ、ファイヤー状態とこの普通の状態って言えばいいのかな、大きさ同じじゃん。それで先に滑るようになるんかな。やるんだね。なんで大きさ同じじゃんか。じゃあここは一旦上に行っても何もないね。じゃあハテナを叩いてすぐ右に行く。これでなんか回避できるんじゃないの。え、これ回避した感じ。うますぎる、マジで。うまお、回避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 。
なんかこういうことしてたら閉じ込められちゃった何笑ってんの。あのトロールなんて何もないんだからね。もう大体トロールコースの攻略法が分かってきたね。オンオフとかスイッチが何かしらあるじゃん。そしたらすぐにアクション起こした方がいいね。何やってんだろう。キャッチボールかな。いや楽しそう。混ぜてほしいね。でも投げる役じゃないよ、ボール役ね。そしてここはキノコを取って花を抜けていけと、そういう感じかな。そしてこれハートが割れちゃった。これであの二人の中僕が崩したっていう感じでしょ。この演出は面白いね。どうか言うとでも思ったか。こっちはハート取られてんだ。ここ何もしないでいいのかな。スピンジャンプで行ってみる。いやギリギリまで。あ、それじゃあ次こそスピンジャンプして上に行く。あ、上に、あ、これで行けたのか。あ、なるほどね。なんかキノコいるって書いてたからできる。右を失敗、右を失敗でバネを封じる。僕が闇の世界に封じられたね。これ十分難しいんだよね。あの一マスのところに入るのがさ、もうちょっと簡単に活かしてくんないかな。これ死に耐久じゃんか、一種の。もうさっきのバネの死に耐久より相当難しいよ、こっちの方が。右を失敗してもいけないしさ、頼むってバックどいて。よし。っていうかさ、チェックポイントにまだ長くない。うわ、あのスター取りてぇ、すごい取りたい。一旦取ってみようか。そしたらどうなる。スター信用してよかったね。いやまさかスターの方が正解だとは思わなかったね。めちゃめちゃついてる今日。ここも左が正解なんじゃない。右の扉入っていきたいと思います。ピンクコイン。うわ、残り2個か。残り2個がめっちゃ長い。気が遠くなりそうだね。じゃあここはすぐにキノコを取っていく。そしたら閉じ込められたね。生なんじゃないんだって。これきっとこれ連打苦手な人だったら一生抜けられないかもしんないね。でも僕は連打結構得意なんで簡単に抜けることができますと。余裕なんだよ。もっと鬼畜の死に体験を用意してきな。ここは一旦右に行って、そしてすぐ左に逃げろっていう感じだね。そしたらさ、上にツタが出てきたよね。このツタの上に登っていけと、そういうことなんじゃないんでしょうか。ブブー言われてますけど、このツタ入れないの。入れませんね。じゃあここはね、上のヒント的に P スイッチを鳴らして下の土管に入れっていう感じだったんだけど、この上に行けばなるみたいな、さっきなんか鳴ってたよね。あー、なるほどね。このクモのところで P スイッチが発動するのか。それじゃあこの赤い土管に入っていきましょう。そして次は晴れ地帯だね。このハテナザクは引くんじゃる。ここ左なんて書いてんだろうね。フィッシュ。あ、多分ね、魚が来るから気をつけろっていうことか。そしてここはキノコを通って下に走っていけばいいと。右はなんて書いてる。穴が潰れてわかんないな。隙間がないか分かった。ここはドアに入っていけと。はっ、ザコは引っ込んでろっつってたろ。なかなかいいタックルを見せてくれるね、あのギョロスケ。だが俺のタックルについてこれまい。さあ行くぜマリスケ。ちょっとつぼうし、ちょっとつぼうし。いや違うんだって。いや今のは僕悪くない、 P ブロックが悪い。そういうことにしとこう。さあそろそろ終盤も近づいてきたと思うんですけどね。残りピンクコイン1個か。これどっちに行けばいいんだろうね。いやなんか、いや一応生きれてるんだけど、こっちが実は正解みたいな。何やられた。ここは勇気を持って右に走ろう。さっきブラパがやられたのが見えたぞ。なんでここで右を失敗する。そしてこのままちょっとつぼしにしても何もないと。じゃあこの上に行けと、そういうことだね。さてこの土管で合ってんのかな。さあ頼む、そろそろゴールあってもいいよ。見えました。きっとあのスネークブロック信用しちゃいけないね。今回は信用しません。なんで一旦ジャンプして左に行ける。あっぶねなんだよお前は。絶対左に連れて行くとかそういう感じでしょ。僕はそんなものには引っかかりませんからね。さあ全てのピンコインが集まりました。これでゴール。まあまあまあ全然いい。まあこんくらいは予想ついてた。まあこっからどうなるかが大事なんだよね。何これ何ですかこれは。え、上って書いてんの。1330 32。どういうこと。1330 32。今の数字だったよね。で思ったんだけどさ、これピンコインなくなってるじゃん。一回全部集めたから、こっからまた全部やり直しとかそんなもんないよね。あ、なんか変わってる、なんか変わってる。毒沼
まあでも全然いいよ。この土管がゴールまでの最短ルートだと、そういうことだと思います。違うね。下僕が青でした。さっきこの下50コインとかあったっけ。この50コイン信用してもいいんじゃないの。さっきと同じで行こう。なんで上から行って、ここで P スイッチ。あ、P スイッチなくならないね。え、これ下に行けってことかな。なんで一旦下に行ってみようか。多分こっちが正解なんだよ。純粋にビビったじゃねえか、この3本。じゃあ最初から下に行けばよかったんだね。そしてこの土管に入って、あ、今度は下に行けるようになってるのか。右には行かない方がいいよね。絶対に行かない方がいい。なんで下を信用してみたいと思います。そしたらゴールがあると。右ダッシュで行く。頼む、右ダッシュでゴールさせて、お願いします、神様。いやー頼む、ゴールさせて。この辺でゴールできないからゴールバーに触れちゃうやん。それまで一番上、ほら触れちゃうやんけ。なんでゴールできないの。また謎の暗号を見るだけで終わりなんでしょう。頼む、こっからゴールさせてくれるという奇跡が起きてくれ。うん、やっぱりまた同じ暗号だね。この暗号どういう意味なんだろうね。133、あ、ちょっとさっきと違うよ。でもなんだろうね、読めない。なんて書いてんの。あ、上に行ける。え、じゃあここ右に行けばゴールができるみたいな。散らしやがって。どうもありがとうございます。いや、このコース難易度めちゃめちゃちょうどいいね。すごく楽しませていただきました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。クリボーを倒してゴールするだけの簡単コース、かっこわらイージーということで、クリア率から見ても全然簡単そうじゃないね。ただね、ゴール条件があって、そのゴール条件がクリボー4体を倒すことだと思うんですけど、そんな難しいの本当これ。いや、めっちゃ気になったんだよね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.08%。 まあ上から何か降ってくるとかだったらちょっと難しいと思うけど、どうなんだろうね。一旦開始早々様子見ておこうか。あー、なるほど、隠しブロックか。じゃあこの隠しブロックどっからどこまであるんかな。この上はなさそうだね。そしてクリボーの上には全部あると。もう分かりました。ごめん、これ簡単かもしんない。右からクリボー踏むでしょ、そしてこう行けみたいな。おいで、マリオタイム。見たか、これが一発マリオ名人だ。見て見て、ちゃっかり最速取ってた。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。で、最速取った時、今度から言おうかな。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。